呼び出して悪かったな。夜の病院怖すぎだろ。どうだ、オドカ。眠れてるか。おかげさまで眠れてないな。薬の処方をしてもらってないんだから。っていうか、こんな時間に診察かよ。他の病院行ってもいいぞ。もらえる薬は一緒だ。俺が美容師なら、この野郎長いスパンでヘアスタイルのビジョン描いてたのに他の美容院行きやがって台無しじゃねえかって思うかもしれないけど。美容院じゃなくてこちとら病院だからな。つまんねえな、長尺の割に。病院、しばらく閉めることにした。なんで？薬の数が合わないんだ。盗まれたのか？ああ、長期にわたってやられてたらしい。警察は？言ってない。どうやら身内の犯行なんだ。これが世間にバレると、俺は被害者から加害者になってしまう。だから、もうなかったことにするために閉めようと思ってな。自分を守るためってことか。恥ずかしい話だけど、そうだ。白川さんを守るためじゃなくて。誰も白川さんが犯人だとは言ってない。白川さん金に困ってたしな。たったそれだけの根拠で何を言ってるんだ。思い出したんだ。ちょっと前、カバみてえな客を乗せた後、夜の路地裏でドブと白川さんが一緒にいたのを見た。ドブは白川さんのことを知ってたし、合点がいく。はっきり見たのか。白川さんは後ろ姿だった。じゃあわからないだろ。ましてや夜だし、後ろ姿が似た人なんか山ほどいるぞ。いや、わかるだろ。なんか変わったな、オドカ。温度が高くなったというか。そろそろ行くよ。どこへ？今日は珍しく二人から呼び出されたんだ。お前と。